関先生、お誕生日おめでとうございます。お元気ですか？いつもお世話になりました。ありがとうございました。関先生、お誕生日おめでとうございます。私は今年で卒業してしまいますけども、卒業しても関面メンバーで仲良く飲みに行きたいと思ってます。今日はいい日を過ごしてください。美奈子でした。誕生日おめでとうございます。今後もですね、体の方気をつけて、頑張っていってください。僕が卒業するまでですね、何かとお世話になることもあると思いますので、その際はよろしくお願いいたします。今後、この後ですね、ネパールもありますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、今日は本当におめでとうございます。はい、関先生、お誕生日おめでとうございます。先生とお会いして早1年3ヶ月半年経とうとしておりますが、本当に先生とお会いして笑いあり、涙あり、そして激励あり、驚きあり、本当に充実した1年半でした。まだまだ自分自身も未熟なので、どんどんこれから成長していこうと思います。今後とも先生のご指導よろしくお願いします。先生も非常に良い1年をお過ごしください。ありがとうございました。いただきます。先生、お誕生日おめでとうございます。先生、誕生日おめでとうございます。祝你生日快乐，希望幸福和快乐永远围绕着你。 We send you a wonderful day and a year filled with happiness. Happy birthday. 関先生、お誕生日おめでとうございます。いつも楽しくて笑顔が素敵な先生が大好きです。これからもよろしくお願いします。関先生、誕生日おめでとうございます。僕はこの夏審判活動をして、早速顔の皮がむけるほど日焼けをしました。はい、焦げました。そんな夏を過ごしております。ネパール楽しみにしています。メロサティ。はい、先生、お誕生日おめでとうございます。そうですね、何歳、49歳ですね。49歳なので、お体に気をつけて研究とか頑張ってください。はい、以上です。では9月5日空港でお会いしましょう。先生、お誕生日おめでとう。先生、誕生日おめでとうございます。ハッピーブレッデー。ハッピーブレッデーです。ちょっと書いてみました。本当に先生、無理しすぎないで、素敵な一年にしてください。これからも頑張りましょう。先生、誕生日おめでとうございました。関先生、ハッピーバースデーとユー。ハッピーバースデーとユー。おめでとうございます。イエーイ。本日はスペシャルゲストに来ていただいております。それではお願いします。じゃじゃーん、ローズです。それでは関先生にお祝いの一言お願いします。はい、お誕生日おめでとうと言っております。ありがとうございました。関先生のもうとりあえず発想力がすごいところと、そしていくつになっても少年のようないたずら心というか、そういうところ忘れないところがとっても大好きです。特にエイプリルフールとか忘れないですよ。いつも先生のおかげでゼミも楽しくやれております。ネパールもとっても楽しみです。こんな私ですが、これからもよろしくお願いします。